あの夏がもう行こうとしていますけど、あの夏ってこの青空にも行けるような歌を一曲作りたかった。大きな夏の歌っていう静かな歌なんですけども、初めの歌伝えます。山ちゃん行こう、山ちゃん行こう。やめる空は何の意味かわからない。多分3ホールも10分ぐらいこういうコーナー
Hey!
ありがとうの歌使ったんですよ。20連敗でも怖くないって聞いたんですよ。20連敗したワトクさんがラモスが来て、ラモ京都の光り輝けラモスって歌って数ヶ月でまた行っちゃったんですよ。カズが来た、カズが来た、1万5千人って本当に1万5千人カズが来た。昨日どこ良かった？兵庫国にいた人。全般はただの入りたいよ。ピーッとしてましたね。0.0 点で。よっしゃー。カズはすごいよ。すいません。ちょっと相手は。3-0。ちょっと1回ぐらい喜ばせてください。異常な雰囲気でした。ケンちゃん、ストップはこのまま持ってけ、持ってけ。おお。京都人が京都人でなくなった一瞬が。おお。イエーイ。シオラシがレースの。とりあえずこれ。レオケンさん。3対0。3対1で。終わった瞬間どうなる？優勝したら帰ってくる。今3位や。我々は分かったつもりがあるんですけど、こういうカメラマンなんか全然別なとこ見てますからね。まるで優勝した感じでした。じゃあ本当にもう第4戦で終わってもいいんじゃないか。大丈夫、優勝者だ、優勝者だ、優勝者だ、これ最高だ、勝つんや。リコも言ったし、もう安心じゃ、勝つんや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 。京都でもやっと光が見えました。野球で勝てば、サッカーはもうアプロサッカーだったねっていう。それですわ。実はこうやって僕が生でやるだろうなと。1週間前、中津川ホークジャンボリーを30年前に見つけた日本ラッキーでした。バケツを落としたような大雨の中で一番頑張ったのが遠藤健二。コロコロしてきたんか。全部降ったんだから、そこでどんどん歌ってたのに、お客さん2000人ほどかな。突然ハモリが持って、ずーっと回り出した。ハモリがしゃべってるみたいな。すごい、ほんとすごい。それでお客さんも帰らない。それ見たら他の歌詞も、
ていう気になって、それで、お前どうかにして何やってんの、まとまって、あのお兄ちゃんに班長してきてみる、もしかしたら武道区でやるって、お兄ちゃんが何かっていうと、3本やるのが20万あれ、あれ全部言ったか分からへんね、あれはお兄ちゃんに後ろから20万人集まって、班長隣の人に入ってて、あそこは音楽会をずっとしてますから、あのイヤホンつけたグループがあのそのまんまいただけの話っていう、それが20万人と、イヤホンがないと別にこれだけでもう隣の人とみんな何かが起きるで、1万5千人の数でもあんだけ優勝したら喜び合える。本当はロックってのは普段の生活から外れて自由になるために行くんだけど、あそこ行ってみんなきちっと並んできちっと帰ってくる、その向こうにあるのが今東京都 20% の学級崩壊です。学校ではきちんとできないのに20万人できちっとして何にも犯さず帰っていく、隣の人と挨拶もせず帰っていく。10年前事件がありました。ハンドオークの会で中学 2年生同士が喧嘩したってんで補導されまして、警察行きました。どうしたんだったら、こいつは俺が踊りたいのに邪魔する、片方は俺が静かに聞きたいのに邪魔するって喧嘩してた。今は喧嘩もしないです、隣と邪魔しないように。そんな20万人の時代に我々40代50代は何をしようと、たまたま雨のおかげで集まりました。今回は停電のおかげで集まりました。これで我々をもう一回見直して、知らない人に挨拶しながら今日は帰りたいと思います。なんでここで音が出たの。イエーイ、ビールくれた人がいるんですよ。あの地元の大見町から来てるんですけど、多分あの嫌な思いしてやる方もおると思うんですけど、試合してるぞ、嫌な思いしてるぞ、あのこの大会来たらあの走ることはね忘れて、コンサートで盛り上がってください。イエーイ。あ、今日ね、奈良からわざわざね来られてるあのグループがおるんですよ。よろしくお願いします。よろしく、拍手でよろしく。イエーイ、イエーイ。一言、あの奈良から来ました上久保です。あの労働金庫の皆さんと来ました、またよろしくお願いします。はい、奈良県労働金庫よろしくお願いします。滋賀にもございます、よろしくお願いします。ここまで行きまして、僕個人的で君偉いからさ、上がってきて、20回ですので、いやどんどんじゃないです、もう、あのね、もいや、本当ね、大人たちの本当不埒な会にありがとうね。何の統一もない会ですからね、これで何の統一もないでしょ、でもちゃんとできるんだ。あの、いや、一番前ってやっぱり偉いんで、すいません、皆さんの代表として、で、うわー、イエーイ、どうもすみません、第2回目から出まして、今年で確か13回やもう、途中抜けてますんや、ほんで11回ですけども、偉いもう毎年皆さん見えかけてます、ありがとうございます、長浜から来ました、中浜です、どうも。その自転車ってのはトライアスロンやってるから、え、そういうわけじゃないですか。でもものすごい目立ったんで来て、ずっと立ってたでしょ、座らんで。あ、僕みたいな人、僕ほとんど座らないんですよ、ずっと立ちながら見るもんだよね、それずっと気になってて。どっから来た、誰だ。あの大阪は貝塚市から。おっ、自転車で来ました。はい、なんで3日で来たってか。いや、なんで座らないかというと、立ってる方が楽ですんで、それだけです。偉い、偉い、
なぜだっすか。天皇陛下言われました。さらっと座ってるよりもきちっと座った方が楽ですと天皇陛下言われました。あ、亡くならった、あ、昭和天皇です。はい、そうだ、そうだ、いけます。はい、いやー、ありがとうございます。あ、どうもすいませんでした。僕はなぜ立ってるかというと、あのアメリカ横断でそのずっと走るときに真ん中に体重を置いとけば棒のようになると、頭前に行くとこれを支えるため、あの前に行くと支えるために膝が痛くなるんですよね。横行ったらこの辺が痛くなると、真ん中に重心を置いとけばスーッと一本棒ですからどこも痛くならないっていうんで、その重心を常に真ん中に置くっていう、そう思ったら3時間でも4時間でも10時間でも立ってないんで、ほとんど僕立ってます。でずっと立ってて、天皇陛下というとは思わなかったですね。失礼性があると思います。そんなんで、ね、いい姿勢じゃないと多分ランニングどっか痛めますから、僕はスッと立ってて平気なんです。昨日誕生日っていう人さっき見つけちゃったんだけどね、昨日誕生日はもうダメなんでね。でここまで来て、ごめん、僕あのせっかくいい雰囲気でね、で物もらった、あの人いいな、俺はもらってないって、ね、急にガーッと落ち込むんだろう、やばいからね。そうなんですよ、あの物でいいばっかりじゃなくてね、悪いこともあるんですよね。で戦時中だったらよかったんです、物さえもらえば幸せってあります。でも今はそうじゃなくて気持ちの問題ですから、心合わせして、みんなでよかったなと思いながら、この二人にあげようよ、ね、よう来てくださった。この集団はなかなか見られないですからね。始まる前までは良かったんですけどもね。でほらほら、走らないけど、雲が行く一度は消えた夢も一度今夕焼け追いかける。あ、来る年も来る年も、あ、僕らはここに来るだろう。琵琶湖を走る、走る、ララ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 ラ来る年も来る年も、あ、僕らはここに来るだろう。琵琶湖を走る、琵琶湖を走る、ララ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 ラ Good day for you, good day for you, good day for you, good day for you。ありがとうございました。それぞれいい夏を作れました。おかげさまで勇気をたくさんもらいました。音楽だけじゃなくてね、生きていくことでやっぱり友達がいないとできません。これ一人だとできません。出かけてきてよかった、こんなエネルギーがありますっていうんで、ここも一つのふるさとだと思って、通い続けてください。僕も通い続けます。いい夏をありがとう。どうもありがとうございました。もう一度高橋さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。これを持ちましいい方は一緒に写してもらおう。じゃ録画ね、これでいいわけね。教えてください。これ高橋してみますやっぱり本命は。いやいやいや、こう一緒に入れてあげようと思って入らへんね、なかなか一緒に。はいはい、
賀さんにおごってもらったアイスクリーム食べます。暑いので早く食べないと溶けます。タガさんはまだ来ないですか？探してるんでしょうか？こんな前にいると思ってなかったりして。来ました、高橋智也大ファンのタガさんが帰ってこられました。3キロは完走されましたか？楽勝ですか？来年は10キロ。来年は10キロ挑戦。足首もキュッと締まって体重も8キロ落ちて。私も言われたんです、実はね。2年生で、ね、ちょっとビデオが揺れそうです。はい。いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。そうしましょう。痩せて、ダイエットして。ダイエットして。ここ長浜駅、ずっと例えば。目が回る。早いな。見てる方が目が回る。キュッと。結構ゆっくり混ぜても早いでしょ、あれ。あれも慣れですわ。これね、みんな写しに来られたんだ。今日、昨日と今日しか走ってないと思う。あ、そうなんですか。うん、あの人もこれ撮れる気だった。そうそうそう。炎が。すいませんね。そうそうそう。ね、すごかった。大丈夫。あ、福君、はい。よかったな。ほんとで食べなす。緊張する。あと4分だもんな。まだあるの？あと4分。